Laugh and music. FM Osaka. Hachigoichi.ラジコ、この学校での学力は楽しい力と書きます。ラジコ、みんなで一緒に楽しんじゃう力、学力を向上させましょう。吉本ラジオ高校、高校っぽいじゃん。吉本ラジオ高校ラジコ。こんばんは、令和北南コンドです。野村です。堀川こと堀川恵美です。お願いします。知らんて、もうそのザ・ダブル見てて集まってるのか知らん。いやいや、もうな、白熱する戦いですよ。ちょうど声でかいねんてどう考えても出てもないのに、出てる側じゃないのに。確かにね、冷静に見てただけですけど、確かにね、そこは。いやちょっといや、堀川が一番やっぱ、まあ、違う違う、二人ともやって、ね、親友が出てるからね。親友が今 A ブロックの最後の、はい、紅生姜が今ちょうど戦っている最中なんですよね。そうなんです。まあこれね、だからラジオを聴きの方も、まあ、テレビではザ・ダブル見てる方もいらっしゃるかもしれませんから、はいはい、いやいや、今それ誰に言ってんの、うん、今もうみんなダブルやでこれ今ラジオの前におらんよ。え、モーズが聞いてるとゼロゼロまあお笑いファンの方はザ・ダブル聞いてるかもしれんけど、はい、そのただただこの FM 大阪を流してる方もいらっしゃるやんか。今だからその、うん、お車運転されてて、そう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 、ザッピングで、うん、パッと入って、はいはい、なんとなく、あ、これ芸人さんかな、うん、W ってないあ、せやなんか女の子のあれある言ってたな、うん、で今もうナビのテレビに切り替えた、うん、あ、だからもう W の話しない方がええってことだ。てかもう今ゼロやだからこれでなくなった、うん、今からこっから1時間聞いてくれる、困りますよ。だってね、うん、今こちら FM 大阪の方では、うんうん、ラフ&ミュージックスペシャルウィーク2021ウィンター開催中ということですから、うん、大事な週やで。お祭りですさかい、ほんまにウィンター、うん、ウィンターや、オータ、いや、太田も言ったけど前なんかこれの告知用のなんかいつもそう、これ系のなんかさ、うん、あるやん、スペシャルの時とかのなんか収録だけの収録でスタッフさんが別で来はって、で撮るってなって、で俺らはコンビでやって、その後堀川やって、でめっちゃな、あの気持ちのいい感じでトントントンと小気味よくやって、で、そのラフ&ミュージックスペシャルウィーク2021オータムみたいなんで終わって、でその小さいさディレクターさん、男の人が「あの、すいません、ウィンターですね」って言って、で俺はもうハハハってなってて、笑ってたな。で出てきて堀川が「すいません」って、で、まあ、間違ってましたか、あ、はい、ウィンターって書いてましたね、あの、オータムって書いてましたね」っつって、そんな強いわちょっと怒ってたよな。怒ってない怒ってない怒ってないですよ、あるあるやんと思って台本にはオータム名前のままになっちゃってたのかな、 そこは、はいはい、まあ、そういう時もあるもんないや、やば、あ、怒ってると思われたから。いや、めっちゃおもろかった。いや、その男の人もちょっと優しい感じの人やったから、ね、堀川も別に通常運転やって、はい、怒ってるって感じじゃなくて、はい、その対比がめっちゃ面白かった。で完璧すぎたから面白かったよね、そのオータムバージョンの時も撮り直してたけど、ね、どっかで流れてんのかな、 FM 大阪のどっかの時間帯では。キョロキョロしてるな、堀川後ろ。いや、そんなことないですよ。今 A ブロック終わった、ちょうど終わったのかな、審査結果まだ出てないのかな、どうなんですかね。まあ、出てますか、もしかしたら CM 挟んでるんかもしれない。ちょっと今日ね、はい、もちろんそうやな、集中してほしいからね。ちょっと結果だけ知りたいな、うん、今紅生姜対小田上田で、はい、うん、最終やね、 A ブロックの最後の組が小田上田やねんな、はい、は普通に喋ってるけど、うん、俺がさ結果知りたくないタイプとかいう配慮がほんまないよね。確かにな、うん、だって俺と堀川ずっとテレビの前におって、俺ずっと喫煙所おったやん、はい、そう、もしかしたらもう見たくない、うん、知りたくないって人おるやん、そうやな、まあ、違うねんけど、はい、俺全然 M1 の結果も例年知ってから見出してじゃあネタバレしてもいい、ラジオ聞いてる方もね、もしかしたらまだ待ってる人もいるかもしれませんけど、うん、もうここはごめんなさい、言います、堀川のために言ってあげよう。すいません、もし聞きたくない人はそっと、はい、あ、今ね、カンペが、はい、あのブースの外に、これ今日のゲストも発表してるんですよね。そう、そうです、そうです、今日のゲストのね、壁ポスターが今日来てくれてるんですけど、はい、壁ポスターが今テレビ見てくれてて、はい、浜田がカンペを書いてくれてます、買った方の名前を書いてくれてるってことかな、どうなんだろうっていうことなのかな、どうでしょう、え、何、あ、両方書いてるのか、うん、なんて書いてる、ちょっと僕から見えにくい、小田上田、あ、ど、ど、いや、誰がどこに入れたか、誰、どっちに入れたか、審査員駒場さん、ミルクボーイの駒場さんは小田上田、それええよ別にそこは、うん、楽しませてくれるやん、なんで俺らもこうやって臨場感味わってんの今、次が友近さん、友近さんが紅生姜に入れた、はいはいはい、で今1対1、うんうん、そして、うん、
鉄道さん、丸菱鉄道さんが小田上田、はい、そしてアンガールズ田中さんが小田上田、そしてリンゴさん小田上田、ひざもっさん小田上田、そして最後がひろみさんも小田上田ということで、小田上田が A ブロックを勝ち上がったということです。はい、そうかー、そうなんですね。まあね、堀川さんの親友は稲田で、まあ、このフィニッシュが、まあはい、例年の、うん、なぜかまくられていくシステムで、まあこのね、ずっと勝ち残り、なんていうの、後半暫定チャンピオン方式なので、いや、よう残って頑張ったんだ。そうですよね。ただ小田上田、うん、めちゃくちゃおもろかったな。爆発してたね。めちゃくちゃおもろかったもんな。ちょうどこの生放送ギリギリね、ネタ終わってましたけど。そう、壁ポスター同期なんやね。そう、だからどっちも応援してるんですよね、同居人やし、うん、熊本プロレスが。そうなんです。まあでもまだ国民投票、そう、今年から導入されて、ま、うん、ねえ、ごちゃ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 、ね、ネタ競うだけでも今日からの何してんの、関係ないよ俺ら、ザ・W 関係ないから、もかつくわほんまお前が怒ってる意味はあれあれ関係ないから、まあ、お前らな、ほんまなメディアよ、漫才やコント、何や思ってんだ、誰に言ってんだ、俺誰に言ってんだよ、道具ちゃうだろ、俺今日誰も聞いてないから言うていいなんだよ、今日そういうことか、そうそう、誰も聞いてないの、ね、偉いさん聞いてた、ヨーヨーアンガな、聞いてめちゃくちゃ聞いてるしようなんや、この曲の中は聞いてると思う、変な分からん、ガチャ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 テレビ番組に落とし込めなかったから、もうだから何言ってる分には大丈夫なのかな、そう、国民投票で D ボタンで投票で、うん、まあ、1組、はい、負けた中から1組勝ち上がれるシステムだったんで、うん、まだ分かりません、分かりません、ほな、まあ有名どこがいや分からんで、ほんまにだって今日の大会見て、そう見てた人が入れるからさ、うん、見てた人がって分からんけど、見てへん人が入れるやん、まあ有利は有利やね、確かに有名なところは NHK でユリアに負けた、忘れたんかお前あらら、国民投票で負けたからな、ここで終了って、ここで終了ってボタンを押す、うん、若手スタッフが操作方法が分からず、うん、数十秒どれですかってなってる間に、見てもなかった国民が、ね、うん、あ、ユリアン出てんねやで D ボタンでまくられて負けた、もう忘れたかったら、もうそうやろそこは見てもない人が押したかどうかわからんからな、わかりませんよ、わかりませんよ、まあだから、まあ確かにその知名度優先である、え、まあね、有利ではあるけども、うん、でもまだわかりませんので、はい、堀川もまあまあだからそこはな、ちょっと切り替えてくださいね、そうですか、もうそれわかるよ、そら、うん、大親友の紅生姜がさ、うんうん、まあその何全国区で戦って気が気でないのも分かるけどさ、うん、はいはい、うん、生ガキみたいな服着てるけど、生ガキってあ、確かに今日ちょっと、ね、生ガキみたいな服着てますわ、黒いね、ほんまやな、冬やしな、ね、そういうのをイメージしてるのかな、はい、ということで、はい、ね、リスナーさん、ちょっと本当に今日どれぐらいの方が、ね、ずっと声でかいね、どれぐらいの方が聞いてくれるか分からないので、お前の声でかいの、ほんまになんな、理屈が全然わからない、逆にこっち気合い入れてるんよやっぱ聞いてほしいからラジコ、じゃあ別にそのさ、野良、はい、でさ、はい、青空ラジオちゃうねんからここで張ったところで一緒かしら、何にも変わらないね、じゃあ今日も落ち着いて始めていきましょう、はい、ラジコ、はい、今日はこの後すぐ壁ポスターのお二人が登場です、うん、壁ポスターのお二人と一緒にいろんなメッセージやツイッターを紹介していきます、はい、そして21時35分過ぎはアイデスサークル、その後は妄想あるある、今日のお題はヌードモデルです。さあ今週から FM 大阪はラフ&ミュージックスペシャルウィーク2021ウィンター開催ということで、毎日ラジコーでは FM 大阪オリジナルクオカード1万円分プレゼントです、うん、欲しいという方はクオカードが当たったら何を買うを書いてエントリーしてください。さらに今週もツイッターフォロー&リツイートキャンペーン実施、うん、現在固定されているツイートをリツイートするだけでなんと1万円分の楽天ポイントが当たる、なな、まま、なんでお前も言うねんまずは書いてるからお前のは書いてんやん、堀川のももやこれ書いてるから、ありがとうございますまずはラジコツイッターアカウントをフォロー、そしてリツイートお願いします。エントリーの締め切りは今週16日木曜日の23時59分までです。ぜひ
エントリーは FM 大阪のリクエストフォームからラジコを選んで送ってください。ツイッターはハッシュタグ、何ツイッタースワイプするの夢中で自分の番忘れてたよ。そんなさ、お前さ、大人気番組でもないねんからさ、4回も5回もスワイプすんなよ。もなしなるから。スワイプする一番上変わらへんし。更新されへん。更新されへんねんけど。めっちゃ寂しかった今、隣で見てて。けえへんねん、ずっと一緒やねんけどな。ラジコ選んで送ってきてください。ツイッターはハッシュタグラジコとつけてつぶやいてください。お待ちしてます。Winter. 吉本ラジオ高校ラジコ。お届けしたのは宇多田ヒカル君に夢中でした。現在放送中のドラマ最愛の主題歌で、これ私もね河野先生も大好きなドラマなんですけど。めちゃくちゃ面白いですからね最愛。河野先生は見れてるんですか？はい、最新話がちょっとまだ見れてなくて。あ、先週ちょっと奥様を副担任がやら怒ってたって。あ、嫁のこと副担任って言ってんの。先週のね、はい、ラジコの内容がね、まあ、奥さんの。激励に触れてしまったと。そう。で、まあ家帰ったら一緒に見ようって約束してたんですけど、はい、まあ勝手に嫁は一人で見てて、ちょうどええシーンぐらいやったから、僕は目線そらしてテレビから、イヤホンで別の音楽を聴きながらご飯作りました。はい、音も遮断してね。はい、悲しいな。いや悲しいよ本当。はい。ちょっとこれね今週はちょっと一緒に最終回ですから、はい、もうそうね。はい。楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。仲良く見てください。はい、ということでこの方々の登場です。うん、どうもこんばんは。こんばんは。永見です。浜田です。カイボスターです。よろしくお願いします。来ました。わあ。いつものやつが。いつものやつなんだ。はい、自己紹介。ガチャガチャしてるの。違う。これよく台本があるんですけど、まあ、台本にぐらいそういう風に書いてくれてるけど、はい、まあ、それ通りに言わなくても。はい、これ大体でもヒューマン中村さんでも。そうか。ヒューマン中村ドエーズ。出ましたよ。カスカスの声で。あんま大きい声出さない。そうなんですね。いやこれをどうしても言いたくなかったんでパッと見た時に。でも僕らに猫を飼わらせてもらってから二組目のゲストというかね、うん、あ、そうなんです、ね、そうなんですね、ありがとうございます。カフェボスさんも月曜日は初めて？はい、初めてです、はい、うんうんうん、先日あの藤崎マーケットさんの、はい、はい、水曜日、はい、の代演ですかね、 NMB さんの、あ、はい、NMB さんの代演でカフェボスさん、そうなんです、もう今そんなことなってんのか。もう本当、僕らがすごい売れたとかじゃなくて、類似タレントってこと？NMB さんは本当もうリスナーを裏切りますよね。リスナーさんをゴロッと変えて、いや俺らでもやっぱ大体な、ギヨン兄ちゃんとか、うん、あの辺の代演が多いけど、もう NMB か。そうやろ、どういう人生やそれ。いやこれ分かんないぞ、言われたらそうやった。その枠で行ったよね。はい、今日は告知？あ、ちょっと告知がありまして。今日は告知？なんか告知できた、はい、もうここにも、へい、あの告知です、あの告知と別の告知させてもらいますって書いてあるので。こいつ何なんですか、へいのやつ。寿司職人みたいな変なキャラ作られてんの。ちょっといいっすか、告知。はい、はい、12月20日月曜日19時半からなんばグランド花月でオルタナティブというライブ開催します。ネタをするライブなんですが、とても変わった内容でお届けします。不思議な出演者、不可解な出番順、謎のパッケージ、中身は当日来てからのお楽しみということで、これ出演者は発表されてるんですけども、詳細はまだ発表されてなくて、でこの間僕らも打ち合わせさせていただいたんですけど、詳細は告知するなっていう打ち合わせでした。もう分かってんの、分かってんね、カメボスさん何するか。ぼんやりですね。なんとなく分かってます。僕らもぼんやりです。ただすごい不思議な、まあ、ことをするので、まあ、ネタはあるっていうのは、そういうことか。その、伝えてはいいらしいんですけど、不可解な出番順。はい。本当に見てみないと分かんない感じなので、謎のパッケージの感じ。よろしくお願いします。お願いします。はい。もうあまり言うなと言われますので。他誰が出るかっていうのを聞いていいんですか？あ、はい、それは大丈夫です。グランジさんとかで。おオルタナティブやな。グランジさんとか、森安バンバンビガロさんとか、ザ・プランナインさんとか、うん、ほうほう、でそのネタもありなんかありっていう感じですね。なんか聞いてるだけやったらめちゃくちゃ音楽のイベントみたいな。確かにそうですけど、まあでも今までにないイベントになってるってことは間違いない、はい、間違いないです、本当に楽しみにしてて、はい、12月20日月曜日19時30分です。はい、はい、お願いします。はい、ちょっとここから次の告知は、僕の、左肩に乗ってるコトティが告知してもらいますので、そういうキャラだ、はい、よろしくお願いします。そういうキャラやったっけ？おい
12月31日金曜日を忘れちゃいけないぜ。森の宮吉本漫才劇場と吉本漫才劇場の2カ所にてもっともっともっと満劇大晦日第3展2021ボケ VS ツッコミ真冬の大冒険2022年までマリトッツォいやあとちょっとが開催されます。難波と森の宮の2会場をつないで大騒ぎの7時間になります。適度にお手洗いも行きつつコンマ1秒のズレもなく楽しんでもらえたらなと思ってます。よくやった。そういう関係性手がちゃんとできて誰がやる誰が肩取る。もうそれ書いてないからな。これそんなこと書いてないですけど台本には書いてないからガレポスターオリジナルオリジナル誰も伝わりやすいと思いました。こちらもぜひ遊びに来ていただけたらと思います。大晦日大祭典ね。これ北見先生ももちろん、はい、一応、はい、僕もちょこっとだけ、うん、見どころはアンケートを出さずしてどれぐらいの出番時間を確保できているか。えぐー全員出すやつちゃいます。漫才劇場メンバー全員が出すやつですよ。出してなかったら出せよっていうメールも来るやつ。えぐいことしてる。うわ出るのかな。何に挑戦してるんですか。おめでとうのアンケート出してる。最悪や。やばいやばいやばい。もう野村さんの雰囲気を出して催促されないようにしてるじゃないですか。最悪や。これ催促されなかったらされなかったら悲しいですよ。全然。通じてきやったら。今年やりたい。なんか歌ネタないですかとかな。そうです。それ。こんなスポーツ経験してませんかとか。そうそう。でちょっとしたな時間10秒20秒でなんかないですかとかそういうやつでしょ。一応。もう一旦若手やったらもうこんなんしたいです。そう。アピールの場所。その通り。若手のやるべき場所時間であって。もう。俺らおっさんが一生懸命アンケート答えて出番時間もらうのがそもそも違うんでないやんだよな。やりたい歌なんかないわけだな。歌いたい歌ないもんね。ないですよね。モノマネもないし別に。去年僕と野村さん歌勝負みたいなさせてもらったあったな。あったあった。そっかそっか。今年もあるかもしれんなじゃん。いやない。あれほんまにヤバい空気になりました。特に俺おもろかったな。特に俺。野村は何歌ったっけ。なんてなんかエレカシかなんか歌った。エレカシか。浜田が僕はもう一つの土曜日。あ、浜田翔吾、はい、さんでランドセル背負って帽子かぶって浜田翔吾っていう出方してで前工場も長すぎてザワザワしましたし僕歌ってる間も頭真っ白になってあのマイク声量もちっちゃいみたいに言われたんですけど僕はこうやって口元に構えてるつもりやったんですけど映像を見たらあの腰ぐらいのとこにマイクおりましたいろいろ分からなくなってそうだねマジで。いやリベンジもあるかもないわ。前からみたいな野村さんは出してないじゃないですか、うん、アンケート、うん、僕あの歌のとこのアンケートに、うん、あの出たくないですって書きましたから、ね、もう自分から断ったよな。これはちゃんと断りました。浜田中3内1年かけて大きな浜田を。まあ大晦日大祭典はねまあだから、はい、カウントダウンがねちょっとまあ去年からできてない分、ね、夜8時には2部が終わって、うん、はい、そうそうそう。ぜひ皆さん、はい、週でも間に合うんですかね。間に合うやん。間に合うんですね。まあてか1日夜中まで動いてんちゃう。もう今それ去年からないやろ。去年から今年からないやろ。そうか動いてないか。その辺ちょっと皆さんチェックしていただいてね、うん、はい、そして壁ポスターのお二人は今週末、はい、M1 グランプリの敗者復活戦、うん、ありますからね。はい頑張ります。これはもう19日、うん、19日です。はい、うん、僕19日あの誕生日なんですよ。で復活敗者復活ということで、はい、復活できたらまあ、うん、復活日とします。って誕生日ではなく日曜日を復活日とさせて宗教集に終わりやで、ね、宗教集ある全員全員どっか行くから皆の者応援よろしくお願いします。皆の者とかあんまりお振りでしかないよ。カメポスターも何回目なん。いい準決勝は2回目です。大変初めて行かせていただいて、そうなんですよ。すごいな。はい、ありがとうございます。いや頑張りたいですね。ほんまに頑張りたいです。まあ正直なこと言いますと、うん、普通に家で決勝みたいです。正直まあまあね、お笑いファンとしてはね、はい、ダッシュで帰ってホテルでギリ間に合わないぐらいなんで、そうか、はい、そうやな。そうなんですよね。でもいやベストはそ勝ち上がることでしょ。ああまあまあまあ、まあ、勝てたら全然いいんですけど、はい、勝てたらね、はい、勝てない方が多いもんな。15組出て1組ですからね。視聴者投票そうですやからね。はい、そこはね、それはもうやっぱ人気ある人が、まあ、同じ受け方したら勝てないじゃないですか。まあまあまあ、はい、普通に考えた場合な、もう見取り図さんニューヨークさん、うんうん、もうその辺りも出られますから、うん、はい、でも浜田翔吾やってなんかむちゃくちゃこう、はい、
インパクト、インパクト的にはね。浜田翔吾ね。そうかそうか。違う、インパクトはありましたよ。でもなんかみんな水落ち抑えて帰ってましたよ。しんどそうな顔してたんで。いや、その一か八か狙うならね。浜田翔吾。ナナミがいいならだ。ああ、そうか。じゃあ僕、まあ、そのコード進行だけ覚えて何で帰ってきても分かんない、はい、ただただ音痴な歌もいやでも本当分からへんからな、いやそうですね、まあ出番順もその日でしたっけ、いやそうです、今ね9時に弾いてみたいな、無事やりきってもらえたら、うんうん、まあそうです、もちろん頑張りますけたら、はい、行きたいと思います、頑張ります、頑張ります、応援のほどよろしくお願いします。ではここでこちらのお知らせも、今週の FM 大阪はラフ&ミュージックスペシャルウィーク2021、各番組では来年3月21日月曜祝日に大阪城ホールで開催のライブ SDD 2022 SDD コアメッセンジャーを期間中合計500名募集しています。ライブ SDD 2022はプロジェクトリーダーのスターダストレビュー、 TRF、 ゴスペラーズ、ファンキーモンキーベイビーズ、アンジュルム、家入りレオ、CQ の7組が出演。今からご応募に必要なキーワードを発表しますので、FM 大阪のホームページにある SDD コアメッセンジャー募集のバナーをクリックしてご応募ください。この番組の応募受付は番組終了の21時55分までです。さあ、それではこの時間のキーワードを発表いたします。キーワードは、忘年会。忘年会です。この後番組終了まで応募受付します。キーワードと必要事項を必ず入力してご応募ください。当選者の方にはメールでのご連絡をもって発表と返させていただきます。明日も朝の番組マルシェクックーから、マルシェクックーからキーワード発表します。ぜひぜひ FM 大阪を聞いてください。キーワードがマルシェクックー、違う違う朝の番組が忘年、違います、朝の番組が忘年会のわけないやんマルシェクック2回言ったから、すいません、マルシェクックが番組名、パン屋さん、朝の番組、朝のパン屋さん、朝の番組マルシェクック、キーワードが忘年会、はい、どうすんのよマルシェクックっていう書いて送ってきてきたらややこしなるで、ややこしなるな、なんやそれだからやめろっつって、まあ、ややこしなるな、やめろっつってんだ、マルシェクックではマルシェクックのキーワードが発表がありますので、この時間ラジコのこの時間のキーワードは忘年会ですので、はい、皆さんご応募お待ちしております。はい、ではここからメッセージとかツイッターとか、ね、はい、見ていきたいと思います。ツイッターどんな感じですか。ツイッターね、なんか一個だけ気になるのが、はい、カベポさん、はい、喧嘩しませんように、あー燃えてそう、燃えてなんか俺もそれチラッと聞いてんけど、どうしたんですか。まだ言われてますね。なんか別のラジオに行った時に、はい、それこそ、まあ、大縁このラジコさんじゃないですけれども、うんうん、皆さん結構ね、病気になられた時に僕ら大縁で結構いろんなとこ行かせていただいて、うん、KBS さんとか、はいはい、まあ、こちらもそうですし、うん、で、うんうん、ラジオ関西はいはいはい、ネイビーズアフロさんのラジオにセントという、はいはいはい、はい、ラジオ行かしてもらった時、うん、あ、それじゃないな、ラジオにセントは KBS、 あ、ごめんなさい、失礼しました、はい、何やったっけ、まあその、レディゴー兵庫です、レディゴー兵庫、はいはい、ね、どっちも出んかった、危なかった、偉い兵庫、危なかった、こんなお前ら自分がやらかした番組行ったのにな、あ、危ない危ない危ない、はい、それで、大演に行って、まあ、ネイビーズさんの大演で、まあ、ちゃんと穴埋めできるかなとか、まあ、本来ならもうしっかりつなごう頑張って、うん、全力出し切ろうっていうところやのに、開始8分ぐらいですかね、普通に大喧嘩してしまいまして、ガチの収録中に、はいはいはい、うんうん、まあ、大喧嘩はまあ言い過ぎなんですけど、静かなトーンで喧嘩をしまして、で、はい、そうですね、なあ、そうですね、放送では多分5分ぐらいなんですかね、ちょっと怖くて聞けてないんですけども、うん、実際、そのまま40分ぐらいやらせてもらいまして、うん、なんやったら僕止めに入る人がいたんですけど、その後大喜利コーナーが待ってますけど、うん、いやこの空気で大喜利なんかできるわけないから、うん、すいませんもうちょいやらせてくださいってわざわざ言って、あ一回喧嘩を、はい、もうさせてくれと、はい、別にオチとかもつけずに、はい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 、それをやりましたよ。で前にいたアナウンサーの方とかもう携帯を取り出してイヤホンさして YouTube なんかも見られずはいはい、まあ、40分頃でもさすがにディレクターさんが止めに入るというようなことがございました。こっちがどうやったその喧嘩は、火ついちゃったのは僕なんですけれども、うんうん、はいはいはい、はい、カットなったよね。そうですね、はい、あれ発言か何かにね、はいはいはい、うんうんうん、
いやー本当にその本当喧嘩もうちゃんとした口喧嘩だったんで、いやちゃんとラジオで伝わりましたね。本当に口喧嘩だったんで、僕ら胸ぐら掴んだりそういう手出すとか一切ないので、その通りをお送りしたと思うんですよ。僕もそのちゃんと聞けてないんですけど放送、うん、あ聞いてない。なんか聞いた話では5分ぐらい経ったら、うん、アンジェラ・アキが流れてフェードアウトしてた。アンジェラ・アキってそんなもんね。すげえ背景なんでね。いやなんかなそのアンジェラ・アキのしっとりしたのが流れてフェードアウトして大喜利コーナーが。まあそれもちろんそのまま流すわけにいかないかなっていうことね。そうですね、配慮はしていただいたんですけれども、ちょっと先輩 の、 ラジオで喧嘩することあると思うんですけど、はいはい、まあ、長年ずっとやってたりとかするとね、はい、より先輩の大変言ってっていうのが確かに自分たちの衝撃的すぎてやばすぎますね。帰りの電車がほんまに反省もういやいやじゃあもういいですかね、もう逆に伝説じゃんほんまに。まあ、まあそう言っていただけたらいいんですけれども、うん、もろた時間やしな。まあ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 、そういう言い方していいのか分かんないですけども、まあ、給料も出てるわけですし。まあもろた時間以上喧嘩したっけ。結局だってまあ40分ぐらいそこで使ってないよ。それこそでもね、ほんま M1 の前僕らようやるんですよ。年に2回ぐらいこういうのやってて、それをほんまにそのままタイミング悪くそこでやっちゃった。順々前に、はい、その放送、収録があったんで、はい、ちょっとピリッと。それと、まあ、順々前っていうのもあるんですけど、はい、その、番組の内容が2時間で、うん、最初の1時間が、うん、就職活動系のやつですかね。就職活動のことに関して、はい、なんか社長さんとか来たりとか就活生、はい、違う1年目の人が来たりとか、そうですね、就職されて1年目の方とその会社の人事担当さんのコンビと、うん、で学生が2人来られて、うん、就職活動中とか、うん、で最後はこう、農業活動をこうされてる方が2人来られてみたいなん で、うん、インタビューするみたいな感じで、はい、兵庫県さんがもうスポンサーの丸々そうそうそう、はい、お仕事の話して、はい、でその1時間終わった後にその僕らの普通のコーナーの1時間があったんで、多分ですけどその仕事に熱くなってたと思う。仕事に燃えてたってこと。仕事に燃えて最初の1時間で感化されたんや。めっちゃ恥ずかしいやん。こう僕らも頑張らなが、ちょっと変な形になったと思う、うん、なるほど。仕事にやっぱこうプライド持ったら、やっぱそれぞれのねプライドぶつかり合うから、そうかもしれないですね。まあ、でもふつふつといつかこのまま行ってネタ合わせとかしたらまたなりそうやなっていう空気が漂ってて、それがそのそこで出させてもらえたんですけど、次の日ちょうどカオス市長のカオスミュージックトップ呼ばれてたんで、もしそこで出してなかったらカオスさんの前で大喧嘩してた可能性があるんです。危なー、惜しいことしたな。惜しくない、僕ら終わりました。終わらへんよ。終わると思ったかやもん。それで終わることはないけどもな。だおそらくね、はい、いやまあちょっと反省しますか、もう常につきまとうのか、最悪や。そっかそっか、もうラジオに僕らが変な代言とかで来たらこれ言われてる。まあまあそのツイッターではそうなってたので、あ、まあ、一応はい取り上げさせていただきました。よかったよかった。なんかいや俺あんまそこまでパーソナル知らんから、うん、喧嘩するコンビなんやと思って、はい、なんかあっあ、まあ、逆に人間味がなかった感じ。いやいや、それお前なんかネガティブに取るな。違う違う、どういう大人、そうそう、人間なのかなって。うん、優しい感じやろなと思ってたから。いやもうやっぱりネタごととか相方ごとになるとやっぱちょっと、はい、熱くなっちゃいますね。もう反省します、マジでほんまに。でも今思ったら、ああこいつ小鳥してたなと思ったら、おいええわ。あ、その時のこと思い出したらもう次から喧嘩せんとするから。こいつ小鳥してたな。あ、僕じゃあキレたら小鳥で喋るようにします。気持ち悪い。この回は分かるけど、ね、それしたら多分ここがつかない。いや小鳥の第一声でキモってなるんですよ。キレてんねやもう分かるけど気持ち悪いイライラしよくないですか、小鳥でなんか言われたとしても。でもちゃんと吐き出せ合ってるからそうですね、まあ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 、小鳥できるんちゃう、はい、ほんまに、はい、溜まってたら小鳥でけへんもん。あ、そう、嫌なやつ、いやいや嫌なやつの肩乗りたらいいやん。そうですね、でかい鳥になっちゃいますし。その分な気持ちがな。え、喧嘩とかされないですか、レオさんとか。するよ。あ、してたけどな、はい、ラジオ中はさすがないですか。いや、あったよな、ラジオ中そのあれ、あるある、そう、だって壁ポスターぐらいのグワーっていうちゃんとじゃないけど、なんかずっと嫌な空気みたいなのあって。だから、うん、よう言うてんのはなんか河野と仲悪くて、うん、普段全く会話がない、はい、でもラジオの本番だけ週に1本で、いやー梅雨ですねって始めた時に、はい、お前それ降ったってことは梅雨の話あんねんなっていうのを書いてた。
怖すぎる怖すぎる。ボロ打って、なんなええやん別に。こういうラジオですかみたいな、そのいろんな季節の話とかするやんみたいな。3秒でやばい空気だった。あるな、なんかあったあった。無視もされたしな、なんか、まあ、ノリやね、ノリやけど、はいはいはい、俺が誕生日の日に2時間丸々無視されるっていう。スペシャルウィーク。スペシャルウィーク。スペシャルはスペシャル。今みたいなファニーなボケじゃないねん。今やったらさ、無視で、おいってずっと言うけど、そんなんじゃないの。普通に喋ってんのに、ずっと無視されてるんですよ。1週間の高々2、3時間で、はい、それ以外の他の曜日とか、うん、1ヶ月間はいろんな先輩、同期、後輩と楽しそうにして褒められて過ごして、はい、で、俺との2時間で、うん、こんな体大きされたかってさ、いやいや、ちょっと待ってくれよと。そんなええことばっかなわけないやん。人生大きしたつもりはないよ別に。そうやな、楽しそうなとこごめんなっていうのを言うのは俺しかおらんかったから。あそう、でも楽しくしてる分さ、まあ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 、よりグッてされるから。確かに、お前何楽しそうしとんねんっていう、そのコツンと叩かれるような気持ちに、こっちからしたら。毎週毎週だから嫌やって。確かに週1回行くのがちょっと嫌な時もあった。週1確定ですもんね。そう、前日喧嘩してたらほんまに気まずいですもんね。そうそもそも単純に絶対にその日のその時間食うわけやからな、毎週。そうか、またこれはこいつの言い分であって、うん、俺の言い分もあんねんけど、うん、俺の言い分を言い出すと、うん、毎回あのツイッターに、あの奥田先生と同じ物言いって書く人が現れんねん。奥田先生って今週でもそう火曜日やってはるから、うんうん、もう今週はっきりしとくけど、うん、あの全然違うよ。ちょっとエコーかけれます。もう一回その人に向けてちょっと、あの奥田先生と僕の村の、うんうん、あの相方に対する物言いが、うん、あのすごい似てるって投稿される方いるんですけど、あの今週はっきり言ってきますね、うん、あの、うん、全然違うよ。なんで響かしたいんだ。なんでこれ言うとかんと全員にこれ響いてるからな。内容で刺さってください。刺すようにしてこれの脳まで震えました。これ届いたかな、その人に。まあコンビはな、まあ、まあ、それはそうだろうか、はい、全部がずっと好きだけじゃ無理や、うんうん、それはもう、はい、うん、まあ、同級生とかやったらまた違うけど、まあな、特に壁ポスターとか俺らは同級生しないし、はい、で NSC で知り合ってとかってなると、はい、年も違うとか。そうですね。まあまあそれはしょうがないよ。堀川さんそれがないないです。もうマジで組んだこともなければ今の話聞いて絶対組まんとこと思った。そんな風に言っちゃったんですか。いや堀川も組んだら喧嘩したよな。絶対します、絶対します。そうやるな。コンビやもんな、はい、ついて回るかな、これ面倒くさい。そうそう。でまあせなあかん時期もあるし、した方がいいしっていうのはな、はい、そうですね、あるのでね。いい方のお便りはなんか大事な、ザ・ W のこととかないんですか。ザ・ W のことはね、まだ何もこっちには来てません。あら、なんかあえてまあ僕らに伝えるあれではないのかなっていうことかもしれないですけどね。いやもうちょっと見てなくてもいいんで、紅生姜さんに押してください。お願いします。だから浜田が一緒に住んでるかな、熊プロと。そうやし、でも僕あの芸人で上田が一番仲いいんですよ、小田上田の。ああ、そうなんや。もうだからちょっと、そうか、はい、どっちを応援していい。あとでは天才ピアニストは B ブロックに。そうですね、はい、ね、あとすいません、これね、はい、ザ・ W めっちゃでかい裏じゃないですか、うん、ラジコ、うん、もう一個めっちゃでかい裏あるんですよ。え、何ですか。双子座流星群なんですよ。うわー、えぐー。今日やばいよ、えぐー。これ言ってもう夜空に奪われちゃいますよ。やばいやばい、上見て、やばいってこれ。外でね、いけるって。お前どう思われたいんだ。奪われない日言ったな。双子座流星群ですよ、今日。双子座流星群確かに強いよ。ピークです。ああ、ちょうどピー ピークなんすよ。え、今日明日明後日で見えるんじゃないですか。今日明日明後日なんで、うん、だからって言っても初日やで、ピーク。初日みたいか。まあ、天気も今日はまだあれなんかな、いいんかな、いいんかな、今日天気いいですね。いやだから、はい、外で、ね、聞きながら。そうですね、いろんなもの気になると思いますが、うん、はい、壁ポスターのお二人には引き続きこの後も登場していただきます、はい、この後お知らせを挟みまして、アイデスサークルです。吉本ラジオ放送ラジコ。アイデスサークル、このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りします。アイデスサークル、このコーナーでは厚生労働省講演のもと、健康に関わる啓発を行う年間キャンペーン、アイデス FM 大阪の一環として HIV、AIDS 啓発、献血などの啓発情報、医療情報などをお伝えいたします。今日は献血ルームのこの方が来てくださいました。お名前お願いします。
はい、西梅田献血ルームの増田正則と申します。よろしくお願いします。増田さん、緊張されてます？だいぶ緊張してます。あ、もう全然、なんかお酒とか飲まれます？あの全然、あの緊張なんか全然しないでくださいね。だいぶちょっとしてるんで。あ、本当ですか？お手柔らかにお願いします。いやいや、もう全然もうリラックスして喋っていただきたいなと思うんですけど、増田さんって、はい、あれですか、西梅田の献血ルームということなんですけども、どのようなお仕事をされてるんですか？私、あの西梅田献血ルームの、はいはい、まあ、一応管理係長っていうのをしておりまして、偉い人や。まあ、偉くはないんですけども。係長でしょ、偉い人です。まあ、一応、そういう感じでさせてもらってます。まあ、一応、基本的に、まあ、事務部門の取りまとめしておりまして、はい、まあ、近隣の事業所であったり、まあ、学校とか専門学校。はいはいはい。まあ、に訪問して、一応、献血の啓発活動っていうのを行っております。いろんなお仕事があるんですね。はい。西梅田献血ルームに来られる献血者の皆さんの、なんか特徴ってありますか？まあ、一応、まあ、立地上ですね、はい、一応北区の梅田っていうところにございますんで、はい、まあ、交通の便がいいというところで、うんうん、まあ、大阪府内はもとより、まあ、近隣ですね、兵庫、京都、滋賀、奈良の方が、まあ、来られるっていう形ですね。へー。西梅田献血ルームの、その献血者の数っていうのは現在どのような傾向なんでしょうか？まあ、去年よりは、まあ、協力してもらえる方が、まあ、ちょっと少し増えたと。おお、よかった。はい。で、まあ、コロナもちょっと今、ちょっと落ち着いてきてはいっているので、はい。まあ、特に土日祝日については、ちょっとかなり献血への協力が多くなってきているというのが現状です。で、最近献血ルームに来られた献血者の方で、印象に残っている方とか、印象に残っているお話なんかはありますか？まあ、取材ではあるんですけれども、はい、まあ、女流棋士の、まあ、里見香奈さんと、里見咲さんのご姉妹がですね、一応まあ献血に来てくれまして、まあ、非常に、いつも見る対局の真剣な感じではなくて、はいはい、まあ、非常にフランクな感じで笑顔も素敵で、はい、もうよりファンになるやつですね、これは。そうですね。ねえ、しかもなんかその様子 SNS でアップしてくださったりとか。そうですね、まあ、献血の現状とか情報を、まあ、発信してくださったりとか、はい、まあ、忙しい中でもあるんですけども、はい、まあ、積極的にこの啓発活動を増していただけるというところです。で、ちなみにお二人はなんかどういうところなんか良かったみたいなおっしゃってました？まあ、トールムにある献血者サービスで、はい、まあ、アイスクリームを、おー、アイス食べれるんですね。そうなんです、お渡ししてるんですけれども、はい、まあ、それをちょっと楽しみにしていらっしゃるっていうのを聞いてます。じゃあ結構くつろぎながらのなんか献血にご協力いただいたという。そうですね。それは嬉しいですね、はい、影響力のある方のそういう情報の発信というのは、今まで献血したことがない方にも興味持っていただけると思いますんでね、はい、で、その他にも最近どのようなキャンペーン実施されてますか？はい、今月なんですけれども、一応ウィンターキャンペーンとしまして、はい、一応本日から24日の平日に献血にご協力いただいた方に、まあ、一応クノールカップスープのクリーミージンジャーっていうのをまあプレゼント、もらえるんですか？そうですね。これはいかなあきませんね。ぜひぜひ皆さん、ぜひこの機会にご協力よろしくお願いします。では最後に増田さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、まあ、現在、献血される方が一時期に集中することを避けまして、一応日々必要になる血液を安定的に患者さんにお届けするためにも、まあ、一時期に偏らない献血をお願いしておりまして、まあ、可能な限りのご予約をお願いしておりました。はい、まあ、しかしながらですね、まあ、予約したくても予約の枠がちょっと埋まっていて、予約が取れないとお声をいただくことが、ね、うん、非常に多くなりまして、まあ、12月から西梅田献血ルームでは予約枠を大幅に拡大して献血の受け入れをしていこうというふうに思っております。はい、まあ、それに伴いましてですね、まあ、ほぼ予約での受け入れという形になってきますので、まあ、事前のちょっとご予約をお願いしております。はい、まあ、ちょっとね、皆さんには大変お手数おかけするんですけれども、まあ、ご理解とご協力のほどお願いしたいなというところです。はい、西梅田献血ルームへのアクセスは大阪メトロ四ツ橋線西梅田駅の北改札を出てすぐ左側にヒルトンプラザウエストがあります。で、一般エレベーターは6階までしか行けないので、オフィス用のエレベーターに乗って10階へとお願いいたします。皆様ぜひ事前のご予約をお願いしますということでございます。今日は西梅田献血ルームの増田さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。アイデスサークル、献血に関するご意見、献血の経験がある方、献血された時のここが良かった、もっとこうしたらどうかななど、献血によって救われた経験をお持ちの方、お話をお聞かせください。
FM 大阪のホームページから吉本ラジオ高校ラジコーのリクエストフォームを選んで送ってください。アイデスサークル、このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りしました。妄想あるある。はい、ではここからは妄想あるある。実際は知らないけどお題のその人にありそうなあるあるをリスナーさんから募集、紹介した人の中からお一人優等生を決めてステッカーをプレゼントしています。はい、今日のお題はヌードモデルあるある。今日は優等生、じゃあ壁ポスターに決めてもらいます。そうですね、せっかくなので、うん、ありがとうございます。決めていただきましょうか。はい、では早速紹介していきたいと思います。広島市の綺麗な夕日さんからいただきましたヌードモデルあるある。銭湯に入るときタオルで隠さない。ああ慣れてるもんな、自信ありますしね。そうだな、ありそうですね。うん、続きてまいりましょう。東京都の落ち武者さんからいただきましたヌードモデルあるある。水分は極力控えている。水袋で。なるほど、確か行きたくても行けないのか。 そ, その時もね、あそっちか、ずっとポージングがあるからな。では続いてまいります。中島かふかさんからいただきましたヌードモデルあるある。芸術作品に協力するために脱ぐのであって自分の裸を見てほしいわけではないことを理解してもらいにくい。まあまあまあ、まあ、親戚とか見せたいと思われちゃうんか、変なやつやと思われちゃうそれ嫌やな。続いてまいります。千葉県のルビーさんからいただきましたヌードモデルあるある。ずっと同じポーズをとってるので何気に体幹が鍛えられて強くなる。あ、それ結構筋力いるもんな。無茶なポーズもあるやろな。昨日のあのポーズってここに響くんやって次の日言われた。意外とここ使ってるんだ。ここ使ってたんや。筋肉痛の場所がな。ありますね。参ります。家政婦の三田肛門さんからいただきましたヌードモデルあるある。乳首を見られるのは恥ずかしくないが乳首の上にあるほくろは恥ずかしい。そこも書かれるんやもんな、絵では。そっかそっか。ちょんって書かれる。わかるっすもんね。だから今書いたなって、乳首みんな。いつかは好きになってほしいですけどね。個性やと捉えてほしいですね。参ります。生駒市の山口さんちのぐっさんさんからいただきました。ヌードモデルあるある。ポージング中虫を見つけたらこっちに来るなと強く念じる。そうやな。そんな山ほどあるやろな、邪魔すんなっていう。ま、窓閉め切っとけと思うやろな。出前とかどうすんのやろな。来たらね。なんで呼ぶねんそこに。では最後参ります。すりみさんからいただきましたヌードモデルあるある。裸なのにもう一枚脱ぎたくなる時がある。素敵やな。おー。怖いぞこれ。なんか。うん。さあ。じゃあこの中から。この中から優等生をね、決めていきます。ああ、そうですか。はい。うわ、いいのばっかり。あ、あれ、面白い。いいのばっかりですね。うん、うわあ。あ、まだ、せーので刺してみる一回。あ、なるほどね。やりますか。はいはいはい。なんとなくじゃあ一覧書いてきますんで。せーの。はい、あら。わかりました。なるほど。あらやろこれでいいよ。僕は、あ、うん、いいのこっちで。うん、あ、じゃあ、優等生、はい、発表します。はい、優等生は、すりみさんのもう一枚脱ぎたい時があるでございます。はい、優等生はすりみさんです。サイリステッカーをお送りいたします。ありがとうございます。来週のお題どうしましょうか。来週のお題は、マクドナルドの店員さん。まあ、働いたことある人は本当のあるあるでもいいし、うん、まあもちろん妄想あるあるなので、働いたことない人もぜひ。僕働いてました。あ、はい、6年間ほど。じゃああるんちゃう？なんかありますか？妄想あるある。あ、いいよ。全然マクドナルド従業員あるある。従業員ある。僕がその楽しんでたあるあるがあって、うん、あのデリバリーっていうあのライダーっていう最後途中働いてたんですけど、それをあのスイッチを押すことを入れるって言うんですよ。うん、あのだから浜田くんって遠くの方で主婦さんとかが浜田くん入れてって言ってくれるんですよ。で僕はそれをちょっとあのまあ女性とねあんま疎い時とかにあのわざと言ってもらいたくてもう一回言ってくださいとか。キモい。そんなのを妄想ね。妄想ですよ。妄想ですよ。妄想ですよ。妄想それ言いたいなっていう。ちょっとあのめちゃくちゃ反省してもね、はい、来週もこのコーナーだけ来てくれ。反省した上で反省した上で困りますよ。今ちょっと出ない。怖いんで。ゾッとした妄想ね、妄想。妄想、はい、妄想あくまでも、はい、ぜひ皆さんマクドナルドの店員さんで送ってきてください。はい、それでは一旦お知らせです。
FM Osaka Laugh and Music Special Week 202212月13日から19日の FM 大阪はラフ&ミュージックスペシャルウィーク、音楽と笑いが満載の1週間、プレゼントもたっぷり、詳しくはホームページをチェック。はい、吉本ラジオ高校ラジコエンディングのお時間です。まずはクオカード1万円分の当選者を発表させていただきます、はい、当選者は京都のジョン・レモンさんです。おめでとうございます。惜しかったな。わざとずらしてんねん。惜しいってないですよ。京都のジョン・レモンさんね。ジョン・レモンさん1万円分の豪華なおせちを買うということでございます、うん、では壁ポスターのお二人から改めて告知をお願いします。はい、じゃあ僕の右膝の上で寝ているライオンから告知してもらいたいと思います。にゃむにゃ、もうそんな時間か。はい、もうさん、おじいさん最後ちょっとはっきり言えないんで戻します。12月20日月曜ナンバーグランド花月でオルタナティブというイベント、うん、そして12月31日金曜日森の宮吉本漫才劇場と吉本漫才劇場の2カ所にてもっともっともっと漫劇大晦日第3て大祭典2021開催します。7時間生配信もありますのでぜひお楽しみください。おやすみ。寝た、かわいいやん、このライオン。かわいい、お腹いっぱいなんかな。さあ、我々からもお知らせがあります。明日ですね、吉本漫才劇場で北見の漫才を作る会という単独ライブがあります。毎月やっておりまして、うん、年内はラストとなりますのでお願いします。はい、はい、私堀川は今週16日木曜日から19日日曜日 ABC ホールで行われるオムニバスの演劇公演ステーション2ステーションに出演いたします。こちらもぜひ。この後はですね、大村ジーニアスのなにわデリックレイディオです。はい、というわけでぜひまたおかげのスター遊びに来ていただきたいと思います。はい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます、はい、あ、あります、まあ、今度は、はい、あの小鳥とライオンで。いや、浜から長見と浜だね。はい、と思います。遊びに来てもらいます、というわけでございまして、令和北南の月曜ラジコ本日の授業はこれにて終了。さあ、ザ・ダブリどうなったかな。あ、気になるね。え、まだ結果はどうなの。 B ブロックが終わってくれんのかな。どうなん、どうなん、気になるとこで、気になるとこで終わる、終わる、終わるよ。入れて、やめろそれ、入れて。どうも、ギヨンです。大晦日は吉本漫才劇場でもっともっともっと漫劇大晦日大祭典2021ボケ対ツッコミ真冬の大冒険2022年までマリトッツォ、いや、あとちょっとを開催します。いや、タイトル長いな。ぜひご覧いただきざき。